なんか一気飲みしようとするノリ、人みたいなノリでさ、お茶みたいなの、お茶みたいなの、まあお茶みたいなの飲み始めたよね。うん。いや、商品紹介するわけじゃねえんだけど、これむちゃくちゃ美味しかった。俺ね、酸っぱいの好きなんですよ。うん。で、まあ酸っぱいの結構食べたりするんだけど、なんか梅干しシートとかあんま好きじゃなくてね、あいつはもう好きねえよなーと思って。なんか梅干しシートって当たりと外れが激しくて、なんかシートだとまあ成形してるからさ、形成成形してるから、洗剤みたいなじゃん。で、こう梅。めっちゃ美味しかった。リピートして。いやでもね、俺ね、酸っぱいやつ俺好きなんだよね。本当に。美味しかった。すーげー美味しかった。まあ、体に悪いんだけどね、めちゃくちゃ。うわっ、一袋エネルギー309、タンパク質 3.2、 脂質 16.8、 食塩相当 1.1、 ギョイー。成人男性の1日 9g だっけな、それか 9mg。 成人男性が、予測変化に出るまで予測してみた。お、出た。塩分、世界基準が1日 5g。 いつのだ、2014年のじゃねえかよ。なんでこんな古いやつが出てくるんだろうな。成人男性は 8g 未満、8分の1か。やばいな。いやでもうまい、うまいよ。美味しかった。幸せでした、本当に。満足ね、リピートしたいね。美味しい、すごいうまかった。うん、最高。みんなもぜひ食べてほしいとは思わないな。うん、いや、なくなるから俺の分が。いや、どんだけ食いしん坊なんだよお前みたいな。ここ、こう見ながら何かを見るかのように言うけど、そこにあるのは何もない、ただの空間ということでね。じゃあした。